皆さんこんにちは。和食麺処の相模へ食事にやってきました。機械よく見ると、ただいま一番粉を引いてますと書いてありますが、ネットで調べたら、そばの実を1回引いて、その引いたのをまた何回も機械に通すみたいですね。1番粉、2番粉、3番粉となっていくんですが、1番粉のことをサラスナ粉とも呼ばれています。そのサラスナ粉のサラスナっていう名前から多分取って、そば屋さんでサラスナと言われるそば屋さんも行ったことがあります。玄関を入って左がお座敷、足が痛くならないテーブル席にしました。まあ、平日ということもあって、私たちが入った時は客さんが3組ぐらいだったかな。そのくらいの方が入ってみました。メニューの種類がたくさんあるので、どれにしようか本当に迷いました。でも丼もんよりも、どちらかというと私は定食の方が好きですので、丼もんは、避けて定食のメニューを、探しました。
もう完食してお腹が、いっぱいになってパンパンになりました。すごいボリュームでした。そばを食べて免疫力アップって書いてありましたので、ちょっとネットで調べてみましたが、そばには抗菌作用などがあったり、そば食べるときにその中に入れる、食材が、免疫力を高める食材が、使われているみたいですので、そば、を食べて免疫力アップ、感染症対策っていう、そんな感じで思い出書かれているんだと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。